はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の歴史シリーズ第5弾をお送りします。で、今映ってる問題5も今回やっていきますので、一回ね動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね自分が解説しながら答え書いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ではいつも通りね、ちょっと画面下げますのでお待ちください。画面動きます。よっ、はっ、もうちょい。よし、じゃあ行きましょう。ではまず1番は家光ですね。徳川家光なんで、まあ、江戸時代の話だと3代将軍ですね。で、家光はですね、日本人の海外渡航、つまり日本人が海外に旅行行くというか、まあ外にね、海外に行くっていうことを禁止して、さらに、今海外に行ってる日本人が帰ってくる、帰国することも禁止しました。で、それプラス、長崎の街中に住んでたポルトガル人を出島に移したと。まあ、場所ね、出島って場所に移して、日本人と交流させないようにしたんです。ポルトガル人を。で、その目的を簡単に説明しなさいということで、もうこれはね、この時、まあ家光が脅威に感じてたのが、やべえなとね、思ってたのが、こう、キリスト教なんですよね。はい、答え書いちゃおうか。キリスト教を、まあ、布教させないためとか、まあそんな感じの似たようなね、ことが書いてあれば OK です。まあ布教ってね、キリスト教を広めるってことね。初代の将軍家康、徳川家康はね、このキリスト教を黙認してました。別にダメだよとかって、いいよとも言ってないんだけど、まあまあまあ、黙ってようぜみたいな感じだったんですけど、まあ家光の時に、まあキリスト教がどん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 増えてって、こいつらが、まあ一致団結したらやばいんじゃねえか、みたいなふうに思ったと、家光が。それで、これをしたんです。禁止して。で、まあ、そのポルトガル人を出島に移してっていう、まあ、交流させないようにね、させるとさ、布教されちゃうかもしんないから、まあ、隔離するじゃないけど、っていう風にしたと。まあ、今回の答えはこれになってるんですが、まあ、最近ね、この受験対策、このあたりの問題よく出してるんですけど、まあ、出島っていうのもよく出てきますので、まあ、その辺も覚えておいてください。で、2番ですね。江戸幕府、老中だった水野忠邦です。が行った改革の名前をまず書きなさいと。で、その改革の中で行われたことについて当てはまるものを一つ選びなさい。ということで、まず改革行きましょう。江戸時代は3つ、ね、改革がありました。覚え方、共感点、共法、感性、天保の順番です。で、人はですね、ちょっとこの、ポンポンポンって別に覚え方ないんですけど、最初が吉宗、徳川吉宗です。で、次が松平定信で、最後は水野忠邦です。順番としては。ってことは、まあ、それを覚えておくと3番目なんで、共感点だから、改革の名前は、天保の改革と。これですね。天保の改革。これが答えになります。で、選択肢、ちょっと簡単にね、書きました。あは、あげまいのせい。いは、株仲間を解散です。で、うは、昌平坂学問所が出てきて、えは、株仲間を、まあ、奨励する。OK だよってした。やつ。じゃあ、それぞれ誰だったかっていうのを書いていきましょう。下空いてるか、ちょっと右だね。右に3番書いちゃったんだけど、ちょっと消しちゃおうか、一回。先答えを行くとですね、水野忠邦がやったのはいいです。株仲間を解散。水野って書いておきましょう。これが、水野忠邦がやったこと。株仲間の解散。これね、必ず覚えておいてください。解散させたと。じゃあ、一個ずつ確認していくと、揚げ前のせい。まあ、これは米将軍なんて言われてた。さっき言った吉宗ですね、吉宗。これは8代将軍ね。8代将軍徳川吉宗がやりました。吉宗他にもね、目安箱の設置とかいろいろやったことがあるんですが、その中の一つとして、揚げ前のせい。で、今回のね、選択肢に説明が書いてあるんですけど、家光、さっき言ったね、この1番の家光、3代将軍が、参勤交代っていう制度を作りました。まあ、大名にとってはすごく辛い制度だったんですけど、それを緩めますと、揚げ前のせい。ちょっと楽にしてあげますよって。その代わり、米を献上しなさい。米を出しなさいっていう。米を出せば、参勤交代楽にしてあげますよっていうのが、揚げ前のせいです。これ覚えておきましょう。で、まあ、今ね、まあ、解散書いてるんで、OK で、昌平坂学問所、まあ、勉強するところです。昌平坂学問所っていう。
で、まあ、選択肢にあるように、そこに朱子学以外の学問を教えることを禁じたってことで、この昭平塚学問所で朱子学をすごい勉強させたんです。それ誰かっていうと、さっきの2番目の改革をした松平定信です。いいね。昭平塚学問所が来たら松平定信。ただ、共感点の2番目だから、感性の改革ですね。と繋げて覚えておきましょう。で、ラストが、その水野忠邦と逆ですね。株仲間オッケーだよって、どんどん作んなって、それで特権、特別な権利を与えるんですよ。株仲間に。だからみんなその権利欲しいから作っちゃうわけ。でも、その特権を与えるけど、税金取りますよって。それを払いなさいっていう。っていう制度。これを作った人が、これは三大改革には入ってない人。ちょっと名字だけでごめんね。田沼意次と言います。田沼意次。これは松平定信の前です。順番的には、吉宗、で、田沼意次が入って、まあ、立て直しで松平定信。で、最後に水野忠邦という順番に出てきます。まあ、今回は、天保なんで、ここのね、意が答えになったんですけど、どれが出てきてもおかしくないぐらいに大事な情報なので、一個一個確認しておいてください。で、さっき3番ちょっと消しちゃったんですけど、行きましょう。1853年、ペリーがホニャララに来航したと、場所ですね。で、その後、翌年に、2回目来るんですよ、ペリーね。で、2回目来て、江戸幕府はアメリカとホニャララ条約を結びましたと。で、ペリーが来た。地名ですね。浦賀です。浦賀。神奈川県です、今のね。浦賀。で、その時に結んだ条約。が、日米、まあ日本とアメリカだからね、日米、で、和親条約。かな？これ覚えておいてください。で、まあ前のね、受験対策の時もちょっとやりましたけど、青に行きましょうか。この時の結ばれた条約、まあ日米和親が答えなんですけど、一応書いておきましょう。まあ必ずと言っていいほどセットで覚えてほしい条約が、その和親の後に、結んだ、日米修好通商条約。条約ちょっとね、カットしてますけど。が結びました。ペリーはこっちです。上ね。ペリーはこっち。で、この日米、前も言ったね、日米修好通商条約の方がいっぱい出てきます。問題として。なぜかっていうと、これも伝統的じゃない。代表的な不平等条約。不平等条約ね。関税自主権とか、その辺の話です。で、よく出てくるんですけど、まあ、ペリーが出てきた場合はこっちなので気をつけてください。日米和親ね。では4番。明治政府は明治の話になりましたね。地租改正っていうのがやりました。で、それを実施した目的を安定という語を用いて説明しなさいと。で、これですね、一応、模試の各問の一部使ってるんですけど、4番に関しては。で、その答え通りに書くと、やっぱりかなりシンプルなんだよね。もうちょっと詳しくてもいいかなと思うんですけど、一応それ答えだったので。国家の財政を、なんか何を安定させるって、国のお金ね、財政を安定させるためと、に地租改正をしました。まあその通りなんです、本当にね。いい国家の財政を安定させるためと。で、ぜひですね、まあ、今回の答えはこれで構わないんですが、その地租改正についてちょっと詳しく覚えておいてほしいことがあって、これ、じゃあなんでね、地租改正をすることで財政が安定するようになったか、何が今までまずかったのかっていう話なんだけど、まあ、税を納めるじゃないですか。江戸の時っていうのは、税は米だったんですよ。米で献上してたんです。税をね。ってなると、まあ、もちろんね、米でね、米は大事なものだったんでありがたいんですが、不況米が取れなくなった時に、当然収めらんなくなりますよね。ってことは、その、まあ、米が取れる取れないとか、そういう自然、なんだろう、災害とか、その辺も含めて安定しないんですよ。米だと。じゃあ、米から、税をね、今みたいにお金に切り替えようと、現金に。切り替えたんです。まあ、これ金より現金の方がいいね。金だと普通に、金、銀、銅の金になっちゃうな。現金に切り替えました。で、その時に、まあ、地租改正で最初決まったのが、地価って言って、その土地あるじゃん。
土地のその価値を決めたんですよ。その一定のルールでね。あなたの土地はこのぐらいの価値がありますよ、みたいな。それを定めて、で、その地価の、土地の価値ね。地価の 3% を現金で納めなさい、というふうにしました。これは地租改正です。ただし、それがちょっと、まあ、それはきついっすよ、みたいな。いろいろちょっとね、問題になって、その後に、パーセンテージが 2.5% に下がりました。3% から。これも非常に狙われるとかよく出てくるので、覚えておいてください。最初は地租改正、地価の 3% だったんですが、途中から 2.5% に下がっております。まあ、今回のね、答えはこれの、まあ、国家の財政を安定させるためだよっていうのがあったんですけど、じゃあなんで安定するのかっていうのはこういうとこね。米から現金に切り替えたっていうところと、現金はその地価の 3% だったんだっていうところまでぜひ、Z で覚えておきましょう。で、ラストですね。年代の古い順に並べなさいと。ちょっとこの書いてないんですけど、まず、版籍奉還、あがね。で、いが五箇条の御正門。で、うが、王政復古の大号令で、えが廃藩置県と。だから、江戸幕府が滅亡して、まあ、明治政府ができる、あのね、時代が変わるあたりなんですけど、答えから先書いてしまいましょう。まずですね、おっと、出ない。見えるかでも。大丈夫かな？あ、いけるね。まず、王政復古の大号令が先です。で、次が五箇条ですね。五箇条の御正門に行って、版籍奉還。行ってからの廃藩置県。よいしょ。これが答えになります。で、年号、あ、年号っていうか、これですね。前、この古い順に並べなさいって言われたときに、例えば登場人物、こことかそうですね。この4つも、まあ、狙いやすいよね。古い順にって言われたときに、まあ、さっき言ったように、改革が分かってれば、吉宗、松平、水野はもう間違いないわけですよ。共感点、この順番だから、あ、う、いって。問題はこのタルマを置き続け。これどこに入るかっていうと、タルマ、松平定信はこのタルマの、まあ、立て直しで入った人なので、タルマの後に松平が来るんだよなって分かれば、吉宗、タルマ、松平、水野って。まあ、人とか改革があればそれをね、目安にやっていけるんですけど、今回ね、かなりね、こう、ギュッて詰まった時にやった、行われたことが入ってる。結構難しいんですね。ただ、一個だけ、一つ、確実にここだよねって分かるものがあって、これ、まあ、江戸からさ、明治に切り替わったわけですよ、この時代。で、この中で、一個だけ、明治になる前に行われたことがあります。で、それが何かっていうと、ちょっと全部はちょっと書けないんであれですけど、王政復古の大号令。これはもう江戸幕府がまだ滅亡する前の時です。まあ、直前ですけどね。これを出したと。で、これを出して、まあ、戻すよみたいな話になったから。で、戊辰戦争が起こったりはするんですけど。で、残り3つは明治政府ができた後なんですよ。つまり、王政復古が江戸の時だよねって、その明治政府が、ね、生まれる前だよねっていうのが分かってれば、ここは外さない。今回に関しては。で、問題は明治政府になってから、版籍奉還、五箇条の御正門、廃藩置県の順番なんですけど、まず最初に来る、まあいいね。五箇条の御正門。で、一応、年号をこの三つ書いておこうか。まあ、それを覚えとけばね、当然いけるっちゃいける。五箇条の御正門が1868年です。で、版籍奉還がその翌年、1869年で、廃藩置県が71年だっけな、確か。そうだね。いや、めっちゃ近いでしょ、これ、三つ。難しいよね、なかなか。じゃあ、流れを覚えておくといいと。で、どうするかっていうと、まあ、明治政府、新しい政府になりました。ガラッと変わります。江戸から明治は。で、ガラッと変わったことによって、新政府ね、新しい政府は、こういうことやっていくよって大々的に発表します。その発表したのが、まず五箇条の御正門です。で、まず何か方針発表するじゃん。新しいこと始める前にさ、改革の前に。だから、先に、五箇条で方針を発表したんだよね。っていうのをまず覚えてください。この中の選択肢だったらね。で、その次です。廃藩置県と、版籍奉還なんですが、流れとしてね、その版籍奉還。これは、土地と人、人民を国に返せっていう、まあ、やつをやったんですよ。やったんですけど、これ版籍奉還ね、効果が出なかったんですよ。結局財政とかも安定しなくって、効果が薄かったって覚えておいてください。版籍奉還。これじゃダメじゃんってなって、
まあ、ざっくり言うとね。そうすると、漢字が。それじゃまずいっしょって、効果上がってないっしょってなったから、廃藩置県が行われました。ざっくりのね、流れになりますけど。でもね、このざっくりの流れでも大事、ここに関しては。あの、まあ、温泉復興はちょっと置いときます。まあ、時代が江戸なんでね。で、五箇条の五専門で、まず方針発表するの。新しい政府、こういうことやっていきますよって。で、まずは、じゃあ1個目で藩籍奉還やってみましたと。土地と人、返して国にっていう。だけど、なんか藩とか残ってたからね。まだ藩が残ってたんで、そこが中途半端になって効果が上がらなかった。藩籍奉還は。じゃあ、もう藩を廃止しようって。で、廃藩置県だから、藩を廃止して、県を置くって書くじゃん、漢字。廃藩置県ね。じゃあ、藩を廃止して、もうしっかりもっとやっていこう。っていう風な流れに、こうなってますので、ぜひこんな感じで覚えておいてください。では、今回は、高校受験対策の歴史シリーズ第5弾をお送りしました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。